お友達が並ぶ売り場お友達は、講談社が発行している幼児向け雑誌。1972年8月に創刊。主に2歳から4歳までの幼児をターゲットとし、絵本、図鑑、子供たちに人気が高いテレビアニメ、特撮、玩具キャラクターの情報で構成される。競合誌は、芽生えである。 1970年代の変身ブーム時に帰還の楽しい幼稚園が対象としていた未就学時のさらなる読者開拓を目的として創刊された。創刊当初はテレビキャラクターが表紙の前面に掲載されることはなかった。現在は女児向けアニメの中で特に人気が高いプリキュアシリーズの記事を本市や姉妹誌の楽しい幼稚園が 独占的に取り上げており、表紙にも大々的に載せられるなど、事実上の看板コンテンツとなっている。本誌の売り上げは、プリキュアシリーズの人気で支えられていると言っても、過言ではなく、イエス、プリキュア555時の2008年8月号から2009年に1月号で行われたのを始まりとして、毎年秋頃から冬にかけて、プリキュア祭りと称した。 プリキュア関連の付録が集中的に付けられる企画を行っている。また、そのプリキュア祭りの一環として、2008年12月号、2009年1月号には、イエス、プリキュア555の、2010年1月号には、フレッシュプリキュアの DVD が付いた。また、2017年9月号では、創刊45周年記念として、ボタンを押すことで、 キラキラ、プリキュアラモードのキャラクター音声が再生される、おしゃべり時は、んきが、付録として付いており、こうした音声ギミックが幼児誌の付録としては初めて、採用されたことが話題となった。しかし、未就演児が多い2から3歳児にとっては、特撮ヒーローや、プリキュアシリーズよりも、競合史の、芽生えがオす、それいけ。アンパンマンの方が人気が高く、それを裏付けるように、 本誌の発行部数は、芽生えの7割程度と後陣を排している。原因として、楽しい幼稚園や、1から3歳児向けの、元気、NHK が放送する、子供番組の専門誌、NHK のお母さんと一緒、いないいないばーなどといった、他の講談者用事誌と、年齢層、目的、掲載キャラクターが重なっていることがその一つとされる。また、 新目開館集のドリルと IQ ドリルとひらがな練習ドリルも掲載されているので学習ができる。かつては公文式慣習のドリルがあった。ドリルは原則に色ずりとなっていて工作ドリルのみを色ずりとなっている。お友達単体ではなく講談社の幼児雑誌をまとめて扱うサイト講談社子どもクラブが2011年3月より開設され、 会員登録することによって、プレゼント応募もネットでスムーズに行えるようになった。内は、掲載期間を表す。月の作品は、芽生えにも掲載されている。もしくはされていた作品を表す。2012年10月15日発売の、お友達11月号増館お友達ピンクの付録に、カッターナイフの刃が混入している事例が確認された。講談社側は、 購入者に対して歯が混入していないかを確認するよう呼びかけるとともに、発見された場合は、カッターナイフの歯とともに付録を回収すると発表している。同様のケースは、同年9月24日発売の、楽しい幼稚園10月号増刊他の、幼姫組ボリューム20でも確認されており、講談者側は、目視による確認を強化するとともに、 製造を行った中国国内の工場との契約を打ち切る措置を講じている。2009年度の発行部数は約14.7万部である。2006年度は15.9万部、2007年度は14.9万部発行していた。これは芽生えの約7割程度に止まる。ありがとうございます。